イオングループイオンエブリイオンエブリ株式会社は関東近県を中心に食品スーパーマーケット卸売業を展開していたイオングループの企業である。前身は水産食料品の加工、卸売を目的として1947年に創業された株式会社マス新商店。以来、加工食品卸売業を専業としていたが、1989年に 会社名を C2 ネットワーク株式会社に変更し、1990年代中頃から小売業にも進出し、スーパー、鶴亀ランドを展開するようになった。2003年に英国テスコが日本進出を目的に同社を買収。その後、社名もテスコジャパン株式会社となり、従来の鶴亀店舗と並行してテスコブランドの店舗も展開するようになった。 ただし、諸外国で展開している大型店舗は、日本国内には出店せず、首都圏での中型、小型店舗の展開にとどまっていた。2011年、テスコは、不審が続く日本での事業から撤退の意向を表明。2013年に、イオンが、全店舗と従業員の引き受けを条件に、発行済み株式の50%を1円で取得して、参加に収め、社名は、 イオンエブリに変更された。譲渡にあたっては、テスコが日本法人の負債を肩代わりするほか、事業立て直しのために追加投資も行った上で、売却している。その後も、テスコとの資本関係は残っていたが、最終的にはテスコが日本から完全撤退し、イオンの完全子会社となった。イオングループ3ん帰りした後は、スクラップビルドによる店舗の閉鎖及び、 イオングループの同業他社への営業譲渡によって、わずか1年余りで、直営店舗を閉鎖して、営業を終了した。譲渡された店舗は、順次、マックスバリューや、アコレなどの屋号に変更されている。マックスバリュー関東及び、マックスバリュー東海も、参照2014年3月31日をもって、直営の店舗はすべて閉鎖されたため、現在運営している店舗はない。もとは、 食料品の卸業者だった経緯から一部の店舗では生鮮食品や惣菜は外部の業者が販売しておりイオンエブリは加工食品、日配食品、日用品、種類の販売とレジを担当していたこの形式をとっている店舗ではレシートや折り込み広告に各部門の問い合わせ先が記載されていた店舗によってはイオングループで導入している 電子マネーワオンや IDE クイスプスイカが利用できた。これらの店舗では、ワオンイオンカード利用による各種セールも実施している。また、店頭にイオン銀行 ATM が設置されているところもあり、ATM を利用してワオンのチャージもできる。ターミナル駅構内の駅ビルに出店している店舗では、スイカパザム OK イーターカマナコとかアイコかハヤカケン、早川県。 にもか主語かのみ利用が可能な箇所も存在した。これらの取扱いは、イオングループ各社に譲渡後も継続されている。鶴亀ランドミヤト店現在は、イオンリテールが運営する、アコレミヤト店鶴亀ランド、鶴亀食品スーパーマーケット2014年3月31日までに、閉鎖、または、以下の各社に譲渡された。マックスバリュー関東、東京都、千葉県、埼玉県、 群馬県の店舗。池上店、幕張店、新松戸店、大木店は同社へ譲渡後、マックスバリューエクスプレスに改装されたほか、閉鎖後にマックスバリュー関東がマックスバリューエクスプレスとして開店している店舗もある。2015年までに群馬県の店舗は閉鎖された。マックスバリュー東海、神奈川県内の店舗、順次、マックスバリューエクスプレスへヤゴを変更された。 鶴亀、港未みなとみらい店、テスコエクスプレスからヤゴを変更した、鶴亀表記の店舗2014年5月末に、マイバスケットみなとみらい店に転換している鶴亀鶴亀イオン4グループ入りする前に開店した店舗は、鶴亀を用いていたが、旧テスコからヤゴを変更した、目白店、青バススキヤ店、みなと電店と、旧テスコエクスプレスからヤゴを変更した、港未来店は、 新ロゴデザインである、鶴亀表記の店舗となっていた。2014年3月1日に、鶴亀、京王玉センター店を、マックスバリュー関東へ譲渡し、イオンエブリ運営の店舗は消滅。フードレット鶴亀加工食品と種類のみを扱う、食料品店。小規模の店舗が多い。和音の取り扱いはない。二千十四年二月十六日をもって、東京都内の8店舗が、 一斉に閉店した。その後も営業を続けていたカワス、カメチュール2012年7月17日に、エビナ店の閉店により消滅した。テスコテスコエクスプレステスコグループ参加日後に出店した境内。2013年7月までに、鶴亀への野望変更などにより消滅した。キッチンランド2013年7月29日に、新所沢パルコ店を、 マックスバリュー関東へ譲渡、卸売の C&C かつての本業であった、卸売販売を行う、現金ゴミや、2014年3月31日をもって、営業を終了。前述したように、2013年4月以降、店舗網の整理が行われており、同年4月7日に、鶴亀美穂町店を閉店したのを皮切りに、同年8月までに、 約半数の57店舗を閉鎖。同年3月1日時点では115店舗だった、店舗数が58店舗に減少した。2013年9月以降、一旦店舗の閉鎖が中断されていたが、2014年1月以降になって、再び店舗網の整理が行われており、同年1月10日に7店舗を閉鎖したのを皮切りに、残りの店舗を閉店や営業上等を行い、 直営の店舗が消滅した。これらの店舗の大多数は、イオングループの各社に営業を譲渡され、順次、マックスバリューエクスプレス、アコレ、マイバスケット、イオンビーカー、レコッツ、オリジン弁当などの業態に転換されている。なお、一部店舗では、野号や業態を変更せずに譲渡を行い、譲渡後に野号を変更している店舗も存在する。 これら以外にも、イオンエブリが撤退した後にイオングループ以外の同業他社が居抜き出展している例も存在する。ありがとうございます。